鳥取県境港市、水木茂ロードに設置されている、三上入道のブロンズ像。三上入道とは、佐渡島に伝わる妖怪。三越入道に類するもの。夜中に、小坂路を登っていくと、消防図のような姿で前方に現れ、こちらが見上げると背が高くなり、見ている人は後ろに倒れてしまうという。三上入道、三越田と唱え、前に打ち伏すと消えると言われている。 佐渡郡浜地町では、辻堂坂という場所に現れる三上乳道が、旅行者から、食べ物や金を奪うとも言われた。両津市神では、木々が茂って、昼でも暗い場所があり、そこにある土産岩という大岩が、この乳道に化けたという。ある時に、旅の行者がこれに合い、三上乳道、三越下と唱とえて杖を叩きつけたところ、乳道は消え去った。その後、 岩の上に地蔵を祀ったところ、入道が現れることはなくなったという。また、佐渡郡赤泊村の伝承では、三上入道は夜の通行人を押しつぶして殺していたが、ある時誤って谷底に落ちてしまい、ある人にもう人を襲わないこと、この地を離れることを条件として助けられたために、その地には現れなくなり、その谷を入道、拓と呼ぶようになったという。 佐渡郡旗野町では、三上入道に出会った者が、この前にあった、三上入道は、もっと大きかったなどと言って挑発したところ、三上入道が、どんどん大きくなり、それにつれて、足が次第に細くなったので、棒で足を叩いたところ、激しい音とともに、三上入道が倒れたという。ゲゲゲの鬼太郎では、妖怪青坊主の姿で登場するが、三上入道と、青坊主には全く関連がない。 同作での扱いは、ゲゲゲの鬼太郎の登場キャラクター1960年代マンガ人版アニメ第一作書室を参照。ありがとうございます。